三村優香は、兵庫県加古郡稲美町出身の卓球選手。稲美町立天馬小学校、明徳義塾中学校、高等学校、卒業後は、日本リーグの三立に入部。4歳の時から卓球を始め、5歳で、全日本卓球選手権大会、バンビの部兵庫県予選で優勝し、MBS で、天才卓球少女、愛ちゃん二世として取り上げられた。 幼い頃の福原愛と対照的で、負けても笑顔であった。その後、上の妹、三村里奈と共に FNN スーパーニュースアンカーにも登場した。平成18年度の全日本卓球選手権大会、バンビの部では、6歳ながら、準優勝し、同選手権での好成績もあって、ホープスナショナルチームに、史上最年少となる7歳でメンバー入りした。 その後、明徳義塾中学校、高等学校に進学し、2013年は13歳、イカカデットの部女子シングル5位になるなどし、全日本卓球選手権大会女子ダブルス2位で表彰を受ける。2015年は、同校の競合を倒し女子シングルスの県大会優勝などした。妹が2人おり、上の妹、三村里奈も卓球選手。 昨年度の全日本バンビノブではベスト16。国体インターハイでベスト8に入ったことのある父が卓球教室を開いており、家には姉妹専用の卓球場もある。ありがとうございます。